ステッパのお姉様方に大きな拍手を。さて、じゃあ次の曲はですね、皆さんはお酒の方は足りてますか？飲んでますか？酔っ払いの曲、一曲行きましょうか、次は。今日は割とビールが多いんでね。夏ですね。夏やしね。そうそう。冬はウイスキーか。ビールの後にウイスキーでもいいよ。いやね、じゃこれからですか。これからこれから、うん、優しいカントリーダンス。あ、次の曲はですね、割とゆったりしてるね、はい、ゆったり、ブルースを一緒にちょっとなんか酔っ払いのブルースの曲いい曲。ウイスキーを、俺を家に返してくれよという、そういう曲です。 Let me go home, ウイスキー。
さん飲みましょう。さて、ギドッとした曲の後はですね、爽やかな失恋の歌を一曲、フレディ・フェンダーっていう人ですね、曲から。私フレディ・マツダと言います。ありがとう。さあ、ありがとう。フレディ・マツダと申します。また言うと、まあ、出演の曲ですね、好きな女の子に振られて、まあ、女は新しい男のところに行くわけですけれども、さっさとね、さっさとね、新しい男のことに行って僕のことなんですぐ忘れてしまうだろうと。ただ、ね、新しい彼が君のことを泣かしたらいつでも戻っておいでと、君の涙がこぼれる前に君の元に駆けつけるよと、そういうね、この失恋した気持ちを新しい形で消化しようとする。ありがとう。なんか 村上春樹みたいな。おおおおさあ、じゃあ聴いてください。ボトネックキューのフォールズ。
誰の歌ですか。フレディフェンダー。フレディフェンダー。曲を今日バリバリ弾けるね。
曲です。ご存知の方は一緒に歌ってください。武器バックテクサス歌って踊ってください。今日は本当にありがとうございます。そしてなおちゃん帰ってくるの納豆券待ってるよ。ブギーバックなおちゃんやって、じゃあ今日はねこの曲ブギーバックテキサスじゃなくて僕はブギーバックなおちゃんって言ったらブギーバックなおちゃんって歌ってください。ブギーバックテキサス、Oh!
彼女が持っていこう。俺がやろうか。先輩、先輩、あれ持って。いや、ね、それは一見です。ちょっと見ながら。なおちゃんありがとう。皆さんに書いていただいた色紙です。本当にありがとうございます。なおちゃん、ブラジルかどっか行くの？オリンピックテキサスかも、テキサス。の写真とかいっぱいやばいな。あの歌い方は後でじっくり彼女見せてもらってください。俺も500円入っとるからね。500円入っとるから。さて、じゃあ、あとちょっとアンコールいただきましたので、激しめの曲で締めくくらせていただきたいと思います。じゃあこの曲どんどんやって、最後ブギーの曲を、またブギーの曲を一曲お届けしたいと思います。またそっちがね、ありがとうございます。お手伝いまでしていただいて。よいしょ。いい、なおちゃん、ハウスオブブルーライツ聴いてください。
Thank you.